いい天気だ。好天気がいいとなんだか気分まで弾んでくるよな。こんな日は。アクちゃん。ウサギちゃん、どうしたんだい、そんなに慌てて。ちょっとね。でもどうしたの？なんだかぼんやりしてたみたいだけど。今日は朝から不思議な気分なんだ。なんだか胸がドキドキして。おお、それってもしかして恋の予感ってやつじゃないの？やだな、そんなことないよ。でもいいな、私にはそんなの全然ないよ。何言ってんだい、ウサギちゃんにはマモルさんがいるじゃないか。図書室に行くとか言ってたな。じゃあまだ学校にいるのね。それじゃ話は早いわ。戻ってアミちゃんも誘いましょう。あ、どうしたの？いや、ちょっとそれは私。ああ、だから、その、何よ、何隠してんのよ。そういえばウサギちゃん、校門のとこでナルちゃんを見かけたけど、あれってウサギちゃんを待ってたんじゃないの？どうやらそれに関係ありそうね。ですか？しょうがないわね。
ゃあこうしなさい。ひそひそひそ。ふむふむふむ。こしょこしょこしょ。ええ。アミちゃん、まだいるかな？なんだ？胸がドキドキする。もしかして、ウサギちゃんの言う通り。今のは悲鳴？おうおう、人様の足踏んづけといて詫びの一つもないってどういう了見だ。痛えよ痛えよ。おい大丈夫か？今この姉ちゃんが金くれっからな。それで病院行こうぜ。てなわけだ。おとなしく出した方が身のためだぜ。卑怯です。あなたたちは卑怯です。その人がわざと足を突き出してきたから私が踏んづけちゃったんじゃないですか。それにかこつけてお金を出せなんてとっても卑怯です。あ、そこの大きなお姉さん、助けてください。大きなお姉さん。なんだてめえは。通りすがりの正義の味方さ。んだと？笑わせんじゃねえ。関係ねえやつは黙ってろよ。どうやら話し合いだけじゃ解決しそうにないね。そいつはこっちのセリフだ。おとなしく引っ込んでりゃいいものを、このデカ女が。We'll be right back.
怪我はなかったかい？あの、ありがとうございました。気をつけなよ。あれ、前にもこんなことあったような。あ、まあ、いっか。あの、え、名前教えてください。まずいまずい、意外なところで時間食っちゃった。だってな、塾にでも行ったのかな。いないな。教室にカバンもないってことはやっぱり帰っちゃったか。仕方ない、みんなのところに戻るか。あ、放課後特訓あるの聞いてる？さあ、何のこと？さっきから全然わかんないんだけど。アルテミス怒ってるわよ。天使の使命というものをどう捉えているんだ。みんな、それすら伝えていないのか。だってさ、あの声、気のせいってことが。みなこ、実はね、昨日の晩、ルナとアルテミスが怪しいエナジーを感じたらしいのよ。それだけじゃないわ。妖魔によく似たエナジーだった。いや、妖魔そのものと言った方がいいかもしれない。妖魔？でしょでしょ！みなこ！とにかく、気のせいにしても用心するに越したことはない。みんな少したるんでるようだから、今日はピチピチ行くぞ、みんな！シュープリームサンダー！
兄よ、どうしたの？すごい、前とは違う。より強力になった電撃が電磁波としてこの一帯の重力にまで影響を与えているんだわ。日頃、あっちこっちの道場行って稽古つけてる成果かな。お見事、テイラー・ジュピター。いよいよ、隠された力のすべてが解放されつつあるみたいだな。隠された力？そう、君たちの今の技、シャボンスプレーフリージング、ファイヤーソウルバード、シュープリームサンダードラゴン、クレッセントビームシャワーは君たちの力の一端であって全てではない。それぞれもっと強力な最強の技を秘めている。戦士としての自覚と経験、そして修練を積んでこそ初めてその力を引き出すことができるんだ。戦いの経験、それに修練、そして戦士としての自覚。ね、私はもっと強い技ないの？セーラームーンはそれ以前の問題ってことかしらね。なにそれ、どういうことよ。セーラームーンはまだまだ戦士としての自覚が足りないってことじゃない。やったそういうところが自覚が足りないっていうのよ。それじゃね、海野、また明日。大変アミちゃん、ずいぶん早いね。あ、マコちゃん、ウサギちゃんは一緒じゃないの？うん、重大発表があるから放課後氷川神社に集合って今朝連絡もらっただけだよ。そっか、それじゃあマコちゃんも理由はわからないのね。なに、マコちゃんどうしたの？信じられないわ。ネフライトは死んだのよ。ウサギだって見たでしょ。もしかしたら偽物ってこともありえるわ。死んだ人間が存在するっていうのもおかしな話だし。ちょっと待ってよ、なんでそうなるのよ。ネフライトは命がけで敵から逃げてきたのよ。銀髄章を狙ってるやつがいるって私に教えるために。もし偽物だとしても、ナルちゃんの目まではごまかせないはずよ。ねえ、マコちゃんとミナコちゃんはどう思う？どうって、私はそのネフライトってのと会ったことないから、どんなやつかわからないし。その人が逃げ出してきた新しい敵って何者なの？だからよくわかんないけど、銀髄章を狙ってて、クイーンベリルはダークキングダムを復活させようとしてて、ネフライトは必死でピンチなのよ。つまり新たに銀髄章を狙う者がいて、ダークキングダムのクイーンベリルと四天王をよみがえらせ自らの配下に置いた。今のところそいつの正体は不明。銀髄章を使って何をしようとしているのかも不明。ウサギちゃんがセーラームーンであることを知っているネフライトは、そのことをいち早く知らせようと命がけで組織を抜け出してきた。
ナルちゃんの意見もあるし、デフライトはもう十分に配信したんじゃないかと言いたいね、さウサギさんは。そうなのよ。すごいな、アルナ。よくわかったね。まあ、試合が長いからね。とにかく、話ができすぎているわ。信用できない。レイちゃん、どっちにしても、その人は今、ナルちゃんのところにいるんでしょ。敵が連れ戻しに来るかもしれないし、万一に備えて見張りが必要ね。もういい。ウサギちゃん、まったく単純なんだから。でも、そこがウサギちゃんのいいところだと思うわ。ウサギちゃんの気持ち、わかるような気がする。ルナとアルテミスの言ってた怪しい影も、これと何か関係があるのかしら。わからないな。でもとにかく、何かが起こりつつあるということだけは確実に言えると思う。みんな、ちょっとしたことでも気をつけて。ウサギはあれでいいのよ。昨日は危ないところを助けてくださって、とってもサンクスでした。ヒロミ、もう超感激しちゃいました。だって、マコト先輩ったら、とっても、とってもかっこいいですもの。今日の放課後、網代公園一番奥のベンチで待ってます。必ず来てくださいね。先輩、なんだい。
誰なんでしょうね。ひよみちゃんは誰だと思う？え、私ですか？昨日も不良たちに自分の思ったことをはっきりと言ってたし、強いっていうのは腕力のことじゃない、あんたみたいに勇気を持ってるってことだと私は思うよ。そうですか先輩にそう言ってもらえて私も元気が出てきました。そうだ先輩、今日は先輩のために作ってきたものがあるんです。あの子の目を見てるとこっちまで元気が出てきちゃう。一生懸命なんだなって。あれ？なんか誰かに似てるような気もするな。どうもこうほっとけなくなるっていうか。王子様。
プリームサンダードラゴン。ネフライトのお見舞いに行くんだろう。私も付き合うよ。マコちゃん、マコちゃんは信じてくれるの？ああ、ウサギちゃんのあんなマジな顔見ちゃったら信じないわけにはいかないよ。ありがとう、マコちゃん。じゃあ、早速行こう。なんか、マモルさんと二人っきりのとこ邪魔しちゃったみたいだね。いやねえ、そんなことないわよ。厄介になってるの知ってます？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。僕の情報収集力を侮ってもらっては。なんだ、ご存知なんでしたか。それが気になってこんなところにいるわけね。そんな、僕は覗きだなんてとんでもない。そうなのね。あなたも男ならこそこそしないで、正面から正々堂々と行きなさいよ。そうだ、ちょうどいいわ。あんたも来なさい。そんな、心の準備が。いいから来るの。こんなの連れてって大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。あ、まんま。じゃなかった。すまない、また君を巻き込んでしまった。いいんです。あのこうして生き返って君と話しているとは。もう二度と会わないつもりだった。もう二度と。その方が君のためだ。そんなこと言わないでください。今の私は裏切り者として追われる身だ。このままでは君に。いいの。ここにこうしていてくれるだけで。君はまだ私を信じてくれているのか。あれ、何言ってんのよ。海の二人っきりになるチャンスよ、チャンス。ありがとう。
ルちゃん、あの人は誰なんです？どうだった？それが、そのだろうな。我ながら勝手な話だと思う。あ、いや、そうじゃなくて、大丈夫よ。すぐみんな分かってくれるわよ。一つだけ聞きたい。なぜ死んだはずの男がここにいる？クイーンメタリアは封印され、ダークキングダムは滅びたはずだ。以前に、遥かな昔。どうした、答えられないのか？タキシード仮面か。そしてそっちの娘はセーラー戦士の一人といったところか。私はセーラージュピター、4人目のセーラー戦士さ。この娘も見覚えがある。初めて会うはずなのに、どこかで会ったような気がする。ネフライト、プラディオパール、真紅に輝く美しい石だ。だが魔力を持った者が手にすれば、それは霊気を操り、死者をも蘇らせるあやかしの石となる。その石の力で再び生を受けたというのか。ならば誰が何の目的でお前をよみがえらせたんだ？よみがえったのはこれだけだ。ジェダイ、ゾイス、クンツァイ、そしてクイーンレイ、ファストワイズ。やつは自らをそう名乗った。やつの狙いは銀髄賞。そのために過去にセーラー戦士と戦ったことのある俺たちが必要だ。ファストワイズマンが銀髄賞を使って何をしようとしているのかは残念ながら俺にもわからん。配下に収まったクイーンベリルはダークキングダムの再興と銀髄賞の奪取をかけて大掛かりな作戦を企てている。俺はそれを知らせに。大変、ネフライト、大丈夫？モモちゃん、早くナルちゃんを。そうだな。しっかりして、ネフライト。じゃあ、お大事に。ありがとう、ウサギ。それじゃあ、僕はここで。ほんじゃあね。じゃあ私もこれで失礼するよ。また明日。バイバイ、マコちゃん。今日はありがとに。こういう役が回ってくんのよね。まあみんな女の子だし、学校だってあるし、見張りなんてのは確かに猫の方が世話ないからわかるけどね。でも退屈。やっぱりウサギちゃんの言う通り、ネフライトは本物で改心もしたのかしら。言いなりはもうたくさんだ。月の王国のやり方には我慢できません。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです、プリンス。なぜ争おうとする？いつ言いなりになったというんだ？監視されているだと？わからないのか？
いつは我々を利用しようとしているのだぞ。再生のショックで失われた過去の記憶を取り戻すか。あまりにも遅すぎる。あれは大私がこの場所を知ってること忘れたの。相変わらずその子にご執心なのね。貴様ら、ネフライト様。裏切り者は死をもって償ってもらうところだ。カストワインズマンの命令だ。一緒に来てもらう。ナルちゃん、逃げるんだ。いいわ。黒水晶を持って素直についてきてくれたら、その子には手出ししないでおいてあげる。いや、やめて。ネフライト様を離して。どうせもうすぐこの町からは一人残らず人間が消えるのだから。すべてのエナジーを私たちに捧げる。すでに待ちなさい。どこの誰だか知らないけれど、その人を話しなさい。愛と正義のセーラー服美少女戦士、セーラームーン。同じくセーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラービーナス。月に変わったまらのお遊戯に付き合っている暇はない。はっ。やあ、お、あち、あち、あち。見た目に反して熱量はほとんどない。みんな騙されちゃダメ。幻覚よ。もう遅い。さらばだ、セーラー戦士たち。ごきげんよう。セーラー戦士、水玉の扉だ。水玉の扉に気をつけ。もうすぐ。もうすぐだ。我らの長き不遇の時代は今宵終わりを告げる。偉大なる覇王デス・ファントムよ、我らを導きたまえ。首尾よく言ったようだな。セーラー戦士の邪魔は入りましたが、抜かりはありません。ろくに使いこなすこともできなかった男には無用の長物よ。それは貴様とて同じだ。うん。黒水晶の力をフルに引き出すことは俺はもとより貴様にもできん。
それができるのは減らず口が叩けるのも今のうちだ。二度とその口聞けぬようにしてくれるわ。やめろやめうわやめろ。本格的に動き出したようだ。何に使うかは知らないが、銀髄将が狙われていることには変わりがない。一瞬たりとも油断はできないぞ。みんな、心して構えてくれ。ごめん、ネフライトのこと悪かったわ。元気出しなよ、ウサギちゃん。ネフライトはきっと無事さ。マコちゃん。そうよ、ウサギ。馬鹿にして、このままじゃ済まさないわ。みんな、うん。何？地震？何よ？何なの？この圧倒的に巨大な容器は。東京が飲み込まれていく。黒髄将よ、我が呼びかけに応え、その力を貸したまえ。この町すべてのエナジーを吸い尽くし、その力をもって我らが主を、ファストワイズマンをこの地に呼び寄せたまえ。すべての人間に告ぐ。今よりこの町を我らが支配下に置く。我らの名はダークキングダム。何がどうなってるんだ。奴らはこの町一帯を特殊な結界に封じ込めたのよ。特殊な結界？そう、四つのポイントを頂点とする特殊な結界。この中ではありとあらゆるエナジーが奪い尽くされてしまう。光の柱が上がったポイントは四つ。大体の座標から推測すると、水玉の扉、水玉。黒髄将の一部が欠けている。捨ておけ。多少不完全であっても我らの勝利に変わりはないわ。さあ
最後の仕上げにかかるぞ。ひどい。セーラー戦士よ、か弱き小娘たちよ、見ているか見ているだろうの。ご覧の通り、今やこの町は完全に我らが手に落ちた。貴様らの出る幕はない。今度こそ我らが勝利を手にするのだ。あれはでもそれじゃあまりにも張り合いがないわね。貴様らにチャンスをやる。1時間の猶予をやる。その時間に我らが建てたモニュメントを全て打ち砕いてみせる。ただしできればの話だ。貴様らに地獄を見せてやろう、存分に。1時間短すぎるわ。罠だね、これは。こっちは5人、モニュメントは5本。5本ってさっき光った場所は4箇所しかなかったよ。ええ、その通りよ。でもあの4本は結界を構成する単なるパーツに過ぎないわ。それらの中心となるコアが必ずある。コア？ネフライトの最後に残した言葉を思い出してみて。彼は水玉の扉に気をつけろと言い残した。水玉の扉か。水玉というのは緑柱石の一種で、つまりはエメラルドのこと。扉というのは、ここではあのモニュメントで構成された図形を指すんだね。なるほどなるほど。ここからが問題ね。エメラルドは通常エメラルドカットと呼ばれる逆位置の四角錐形にカットされることが多いの。あ、そうか。ということは、さっき目測だけど大体の図表をインプットしてみたわ。これで残る一つのモニュメントの位置が導き出せるはずよ。東京タワー、有栖川公園、十番中学、そして氷川神社。最後のポイントは夢ランド地下1200メートル。これで人数分揃ったわけ。迷ってる時間はないわ。みんないいわね。もとよりそのつもりよ。よーし、派手に行くわよ。オッケー。Thank you.
セフライト、もう一度だけ言う。人間の心を取り戻せ、ナルちゃんを。ナルちゃんを泣かすような真似をするんじゃない。ふん、笑わせるな。他が人間の小娘一人がどうだというのだ。この子、わからずや。我が子も木星、嵐を起こせ、雲を呼べ、雷を降らせよ。シュープリームサンダードラゴン、やってくれたな。次はこちらの番だ。やめて、ナルちゃん。邪魔だ小娘、そこをどけ。ご執心のようだ。そんなこと、そんなことは関係ない。僕はナルちゃんを愛してるんだ。海に無償の愛というやつ、くだらん。二人仲良く死ぬ。やめろデフライト。はあ、みんな大変。セーラームーンがクイーンベリルにさらわれちゃった。えぇ、あのドジ。待って、みんな、やっぱりセーラームーンの通信機が発信を続けている。これをたどっていけば。もはやこれらモニュメントに指したり、奴を倒さん限り
教にかけられた呪いは消え。ファストワイズマンってのはどこにいるの？デスパンティの復活を狙っている恐怖もそろそろ終わりだ。死ね！貴様ら！プリンセスから手を離しなさい！私たちはプリンセス・セレニティを守る四守護神の戦士、バークリング・ワイド・プレッシャー！シャインアクア・イリュージョン！バーニング・マンダラー！ビーナス・死にと再生の苦痛を味わい続けるのだ。ひどい。さあ、まだ契約は果たされておらん。セーラー戦士たちを血祭りにあげ、幻の銀髄章を我が元に献上するのだ。望む。この俺だ。フレアー、私が相手になってあげるよ。来な、邪魔をするな。やめて、みんなお願い、やめて。セーラームーン、それにみんな一旦引くのよ。私のところに来て。引くったってこれじゃどうしろっていうのよ。ここは私が引き受けよう。タキシード仮面、セーラームーンを頼んだぞ。はい、タキシード仮面。いや、無茶よ。大丈夫、心配するな。タキシード仮面、タキシード仮面。いや、私も残る。そのバラの花に私は悪に屈しない。セーラームーン、私を信じろ。セーラー戦士たち、長いは無用だ。
君たちのプリンセスを守ってくれ。セーラー戦士たちか。ネフライト、クイーンベリルたちを何とかしないとあいつには近づけないわ。でもあのブラッディオパールがある限りいくら倒してもキリがない。我らが分身黒髄将よ、今こそ我が呼びかけに応えよ。我が手に来たりて再びその力を我に加算。どれが？そう、お前が壊した黒髄将だ。しかし砕いたくらいではこいつのエナジーは消えん。待って、そいつを使って何をしようっていうの？お願いね、フライト、マモちゃんを、タキシード仮面を、東京のみんなを、そしてクイーンベリルたちを救って。セーラームーン、違うの、ルナ、私がいけないの。あの時、銀髄将の力を解放して全てが終わった時、私の力が足りなかったの。私の力が足りなかったから、あの人たちは暗い死の世界をさまよわなければならなかった。私たちはこうやって転生して生きているのに、あの時私の力が足りなかったから。優しいが、お前の体から計り知れない愛のエナジーを感じる。俺も含め奴らをファストワイズマンの呪縛から解き放つのはお前たちの役目だ。ではその手助けをするに過ぎん。この黒水晶は蛇国水晶と呼ばれるものを模して地球で作られたものだ。蛇国水晶、何だいそれは。ファストワイズマンが呼び出そうとしているものに関係があるらしいが、詳しいことそれゆえ破壊力は蛇国水晶に遠く及ばないが、良き方向に向かうこともできる。銀水晶と同じようにな。さあ行け、セーラー戦士ども、ベリルたちは俺に任せろ。ファストワイズマンを倒せるのはお前たちだけだ。ありがとう、ネフライト。みんな悪いけど先に行っててくれ、後からすぐ行くよ。ジュピター、分かった、待ってるわ。みんな、行きましょう。で、うん、そうね。体、痛むかい？よく言うな、傷を負わせたのはお前だぞ。そうだっけね、ごめんよ。仲間のところに。前にどんな悪いことをしてたのか知らない。でもさっきのあんたを見て分かったよ。ウサギちゃんが、ナルちゃんがあんたを信じたわけよ。そんだけ。セーラージュピター、あんたいいやつだね。強くて優しくて、愛のエナジーがこいつに新たなパワーを与えてくれ。黒髄将よ、今こそ我ら4人にかけられし呪いを解き放ち、我らがマスタープリンスエンディミオンのもとへ導け。思ったより楽しませてくれたな、エンディミオン。クズと愚かな男よ。あくまでも私より月のプリンセスを選ぶとは、終わりだ。ガク、やめろ、戦いよう。プリンス、我々はもう我慢できません。月の王国のやり方はもうたくさんです。
我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。なぜ争おうとする。いつ言いなりになったというんだ。ベリルだな。ベリルの呼び出したあいつに吹き込まれたのだな。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているんだぞ。エディミオン様、セレニティ。死んだ、月の王女が死んだ。違う、我々が望んだのは、うわー、なんだこの記憶は。俺たちの前世の記憶。まさか、そんな、そうだ。俺たちは、俺たちのマスタープリンスエンディミオンを探して転生してきた。でもその記憶も取り戻さないうちに、またしてもあいつの手の内に落ち、そしてこの身を変えられた魔なる者に。様子がおかしいわ。ネフライトが言っていたのはこのことだったんだ。ネフライトは本来の記憶が戻っていたのね。地球国のプリンスエンディミオンを守る親衛隊だった彼らが悪魔に見入られた時に悲劇は起こり、それを食いながらも彼らはどうすることもできなかったんだ。現代に転生した後に思い出した、思い出したぞ。私たちの真のマスターは、地球国王子プリンスエンディミオン。貴様ら何のつもりだ。まさか私の魔力が解けたというのか。ヒノカメ、よかった、間に合って。これは黒水晶。プリンスエンディミオン、は、早く。ブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを。エリルは我らが封じております。黒水晶の力、銀髄晶の力、セーラー戦士たちの力、そして我らの力、すべてを叩きつけてやるのです。それができるのはプリンス、あなた、プリンセスセレニティだけ。我らがマスター。さあ、お前たち、この黒水晶力を使いこなすことができる地球国のプリンスである私だけ。行こう、セーラームーン、セーラー戦士たち。私たちの全力をもってブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを倒すのだ。はい。バカな、そんなことが。元に戻ることはできないのか。マスター、お会いできてよかった。これでもう我々が現世に思い残すことはありません。度重なるご無礼、お許しを。今度こそお二人で平和を。何を見ている。いえ、早くとどめをさせ。あの石が無に返った今、もう二度と私が蘇る。今の私には死の世界だけが唯一の変えるべき場所。
さん、早く。やめて、そんな悲しいことを言わないで。もういいじゃない。遠い過去のことも、今まで戦っていたこともみんな忘れて。そうだ、友達になろうよね。同じ人を愛した仲間同士じゃない。ああ、バカにするな。貴様と私が仲間だと？私はダークキングダムの誇り高き女王、クイーン。クイーンベリブ、その優しさはどこから来るのか。お前は昔からそうだった。私はその優しさが怖かった。エンディミオンがお前のその優しさに見せられるのが怖かった。お前のそばにいると全てを許してしまいそうになる自分が怖かった。クイーンベリル、クイーンベリル、銀髄者、私の願いを聞いて、この人たちを私たちのように転生させてあげてほしいの。そして戦いのない静かな生活を送らせてあげて。やっぱりウサギはプリンセスなんだな。何よアルテミス、今さら。いや、そうじゃなくて、敵であるクイーンベリルたちの悲しみさえも感じて涙する。僕らには想像もできないくらいの愛のエナジーを彼女はあのちっちゃい体の中に秘めているんだなって。ナルちゃん、あーナルちゃん、ウサギ本当にそう思う？痛い。まあナルちゃんと海野の仲もめでたしめでたしと。こういうの雨降って地固まるって言うのよね、みなこちゃん。あ、マミちゃん、またどっか間違ってた？うん、合ってるわ。おお。いや、まあいっかね。海野くん、ダメよ、そんなキスなんて早いわ。私たちまだ中学生よ。に抵抗を試みるナルちゃんだが、所詮男の子の力にはかなわないのであった。ウサギ、もういい加減にしてよ。ナルちゃん、君は僕の太陽だ。待て、よっ、熱いやっぱりあげん。ウサギ、you
遠い過去も辛い嘘もみんな